足抜ける一発パンチ突き出すよ。はい、今ですね、装着してちょっと近所周りを実装しておりますけども、肌にね、この直接来ますんで、最初来た時はね、この糸がね、乾いてる糸がちょっとゴワゴワする感じはあったんですけど、今この装着して水をね、どんどん流していってるんで、肌触りはね、まあまあ最初よりかは全然悪くないですね。で、水がですね、定期的に送られますんで、まあその度ごとにですね、この冷たい水が、雫のような感じで、体の胸のあたり、背中、あとね、腕の方はまだ回ってきてないけど、腕の方もひんやり感じますね。はい。そんな感じでね、あとはね、この状態で、まあ、走ってみてね、走行風による気化でどれぐらい冷やされるのかなっていうのが、まあ、ちょっと気になるところではありますけどもね。まあ、今ね、気化熱で涼しいどうのこうのというよりも、ただ単にですね、この凍らした氷水が肌に当たってるんで、冷たいなっていう感じですかね。まあアルコールのああいったスプレーなんかを吹きかけても一瞬ですからね、その時涼しいのはね、走り出してね、まあ、これですとその涼しさが常に水が送られてますんで継続するっていうのが一つですね。で、まあ、大地のに比べると、水をこの覆ってる範囲が広いってことですよね。あれはなんか胸元とか背中の首元ぐらいしかこう来ないですけど、これ一応全体的にね、上半身着てますんでね。なので、まあ、劇的に冷たいかっていうと今まだそこまで感じてませんけどね。ただ冷たい水をなんかポツポツ背中に落とされてるような感じですね。これがもうちょっと時間経って全体的にこのシャツなり糸に全部水が行き渡れば、もうちょっと涼しいかなって気はしますけどね。今こんな感じで、ね、走行風をずっと受けてるんですけど、微妙かな。わかんねえな。これもうちょっと使ってみないとわかんないですね。こんな感じに見えてますか。今シャツがこうあってここに風をまあ受けてるんですけども、まあそんなね、びちゃびちゃになってるわけじゃないんで、その不快感っていうか、それはないんですよね。まあ、糸を伝って水が、ずっとこう肌に触れてるって感じかな。なので、まあまあ、いちいち、手動でポフポフパフパフやらなくてもいいっていうのと、あと、まあまあ、水がね、500ミリで結構何時間か持つっていう話なんで、だからこういう街中のね、ストップアンドゴーとかで信号待ちとかの時はいいかもしれないですね。まあまあ、走り出した時もね、走行風で、まあどれぐらいこれが、感じられるのかっていうのはちょっとまだ疑問なんですね。それとね、まあ今腰にね巻いてるんですけども、まあまあ腰に巻いてもね、なおかつその上にウエストポーチもまあできてますんで、まあこれでもいいかなって気はするんですが、まあペットボトル用の管をね別購入してまだ着てないんですけど、まあそっちであれば。もうウエストポーチの中にペットボトル入れちゃって、そっからね、コントローラーも全部入れちゃって、そっから引っ張ってくるということで、まあ腰回りすっきりしますんでね。
もうそちらでいいと思いますね。うん、今ね、気温が多分32、3度いってると思うんですよね。だから最初もうちょっとびちゃびちゃにした方が良かったかな。はい。まあ、ちょっとね、今時間が経ったらちょっとさ涼しさが実感できるようになってきましたね。ね、こんな感じ？ここ糸がね、入ってるの分かりますかね。でね、お腹が冷えないようにここまで。ここまでが、まあここ。でもね、これに触ってもまだそんな水がびしゃびしゃ来てるわけじゃないんで、もうちょっとポンプで吸い上げた方がいいなぁ。もうちょっと時間見てみましょうか。はい、国道のジョージです。先日ですね、この新しいアイテム、両人服、購入しまして、今日ちょっとね、まあちょっと晴れてるんで、インプレで、試しにですね、ちょっとこれも着てですね、竹内街道の方をちょっと走っておりますけども、まずね、まあ、この前家の中でね、ちょっとやってたりとかしてね、で、まあまだそんなね、新しかったんで、まず糸に最初に水が浸透するまではちょっと時間かかりましたけど、まあ、前回一回ちょっと家の方で水流して、やってるんで、今日はね、結構冷えるまでには時間かかりませんでしたね。で、水ね、半分凍らして、で、出かけに半分水入れてね、で、まあ、それを腰に巻いて今走ってるわけなんですけど、これね、いいっすね。最初はね、疑ってたんですよ。金額も高いしね、わー、またもう失敗かなって思ってたけどね、今日これ着ながらね、朝ずっと走ってましてね、やっぱりね、体のこの、全体を冷やす、上半身を冷やすっていうのが効果ありますね。もちろんその気化熱で、水の蒸発のその涼しいあれもあるんですけども、まあ、それよりもむしろその氷水をですね、この糸に常に、通って、この肌に触れているということによるその体温を低く抑えるっていう、そちらの方に効果がありますね。もちろんこうやって走ってたら涼しいんですよ。なんですけど、まあまあただね、問題はそこですよね。凍った水じゃないと、まあぬるい水でも効果はあるんですけども、まあ、こうやって冷感で肌に当たってないと
やっぱりあの冷えませんのでね。で、今日は途中でですね、昼ぐらいにあのペットボトルの水がね、まだ氷が溶けてなかったんで、水がなくなったんで、水だけ補充しました。なので昼からも冷たい水が体に回ってくるということで、まあ予備をカチカチに凍らしたやつをそのまま一本持っといて、昼からまあその冷たい水を補充するというのがいいかもしれませんね。今日は美山もめっちゃバイク多いですね。まあまあ途中にね、七所あたりでね、大井水でね、服にねまた冷水をねぶっかけましてね、まあ、その効果もあるかもしれませんけどね。まあとりあえずね、今ね涼しいです。いい感じです。よっしゃー、さあ帰ろうか。あ、涼しい涼しい、走り出したらね涼しいですね。はい、もうまあまあ一回ちょっとまあこれでね、ちょっと一日ツーリングなんか出てみてね、でまたちょっと検証してね効果を試したいと思います。これちょっと今ねまだ装着してすぐで一等の方にも水馴染んでないっていうのもあるし、あともうちょっとね長時間乗ってってこれ回していけば、まあ、もうちょっと涼しいのかっていう気もします。まあとりあえずですね、両人服ですか、この夏の神アイテムということで、人柱になってみました。まあまあ結果的にはね悪くはないんすけど、そんな思ったよりかは効果ないかなって気はしますね。まあまあちょっとまた使ってみたらとね、感想なんかをまた改めて、お伝えしたいと思います。はい、どうも今日もご視聴ありがとうございました。